さて、100人マリオの続きをやっていくよ。ここをクリアしたら折り返しだから50以上は残しておきたいわね。おお、今回はスピランっぽいぞ。さてやっていこう。え、ちょっとなんでそこ当たるんだ。3段ジャンプの高さか。低めの3段にしてみよう。よし、乗れたね。で、ちょっと次の足場はそこのトゲネットじゃない？ってことは壁キックスピンか。これでどう？ああ、高さが足りないか。3段ジャンプのタイミングをずらせば。よし、いけた。最初でかなり詰まっちゃったわね。ここで一気に先の方まで進みたいところ。で、追いバネを置いてってるか。その前にドクロリットにも置いてかれてるけど。ああ、ここで合流するのか。今度は素早く。あ、ちょっとまたバネを置いてってるわよ。しょうがないからバネなしで先に進むか。さあ、ここは。今のところは大丈夫。で、あとここで使うのか。さすがに3段ジャンプじゃ届かないか。うん、バネがないと無理ね。今度こそバネをキャッチする。お、いい感じなんだぜ。ていうか100人マリオでバネ持ち壁キックや空中バネじゃんが必要だなんて。やり方がわからなかったらクリアできないな。あと上にはトゲがあるんだった。もっと奥の方でやればいいわね。ていうかコインのナビ通りに行けばよかったんじゃねえか。さあ裏エリアね。おっと危ない。ああ、このネットは被るようだったか。どんどん残機が減っていくわね。この辺りでなんとかクリアしたいものだが。あれ、今のってギリギリネットを被っていけた？もしかして被っていかなきゃ先に進めない感じ？そういう風には見えなかったけどな。ま、とりあえず先に進むよ。あれ？ここは？今の3段ジャンプって必要なかったわよね。あ、ちょっと滑り落ちちゃった。あのガリガリをなんとか飛び越えないとね。そこは多分3段じゃなくても届きそうだよ。あれ？こっちに入っちゃったけど。でもどうやら合ってるっぽいわね。ここは。下の下。さあ残り4秒。そこの鍵ドア？ああ、下に落ちちゃったから無理か。いや、まだ右から行けるっぽいぞ。ダメだ、間に合わなかった。扉に入ればゴールだったのに。さて、このコースのおさらいだよ。100人マリオで偉いコースを引いちまったな。これが続いたらクリアできるのか危ういわね。まあでも、まだできるギミックでよかったよ。ダスジャンとか入ってたらそれこそきついからな。さあ、ここは空中バネじゃんね。ほいっと。ま、これぐらいはね。昔はかなり苦手だったよな。さて、ネットをかぶって。ほい。おお、間に合った。ふっふっふ。これで保険ができたね。その後のガリガリはどうする？3段ジャンプのタイミングをずらすよ。ここから始めれば。おお、そこ越えられるのか。これで時間短縮。で、Bスイッチを押せてないわよ。結局タイムロスするという。とりあえずクリアできれば。さあ、すぐに壁切ってよ。おお、入れたってことは。じゃあ、ボルダー。ふう。かなり残機を使っちゃったけど。でも、なんとか50以上を保てたわね。後半のコース運に期待だな。さあ、次も頑張ろう。